おはようございます、なごみ家です。今回は左手に輝くものは、いやめっちゃかっこいいけど、それはまた別の話。今回はこちら、引き続き最近購入した iPhone 16 Pro 関連の動画になります。新しい iPhone 買ったら必ずと言っていいほど買うのがこの iPhone ケース。その中でもやっぱり機能性を盛りに盛り込んだ iPhone ケースっていうのが一番心躍りますよね。で、今回そんな iPhone ケースをケースコーさんからご提供いただいており、今回の動画を撮影しています。ということで、使い勝手のいい iPhone ケースを探しているという方はぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。改めて今回紹介するのはこちらの製品です。ケースコーさんのマジックスタンドというまあ商品、まあ、スマホケースのシリーズになります。先ほども話したんですが、まさにもう僕が思う限り最強のスマホケース&スタンドにはなるんですが、特におすすめの人っていうのを話すと、とにかく機能的で利便性の高い iPhone ケースが欲しい人、そしてマグセーフによる充電をよく使う人ですね。こういった方々にはかなりハマるアイテムだと思いますし、そうまさにこの2人というのは僕のことなんですね。ということで、まずは製品の強み特徴についてです。僕はこの強み7つあると思っていて、1つずつご紹介していきたいと思います。まず1つ目、このスマホケースなんか見た目シンプルですね。すっきりはしているんですが、こちらスタンド機能付きのスマホケースとなっています。スタンドどこ、はい、このシルバーのリングそのものがスタンドになっています。ここをこうやってさっと開くと、こんな感じでスタンドが展開してきます。横からになっちゃいますが、はい、こんな感じ、めちゃくちゃ立ってます。もうまさにシンプルなスマホスタンド、皆さんよくあると思うんですが、動画をスマホで流しながら何かタブレットとかパソコンでいろんなことをしたりとか、動画を流しっぱなしにしておきたいとか、資料を開きっぱなしにしておきたいとか、そういうシーンかなり多くあると思います。そういった時に iPhone 平置きだとやっぱりちょっと見づらいんですよね。そういった意味でスマホスタンドは僕はもう現代人には必須のスマホアクセサリーだと思っていて、これがもうケースに内蔵されていて、これもカチャッと展開して、はい、もうこれで立ちますというところです。このヒンジ、この関節の部分はですね、固めに作られています。なので iPhone の重さに負けることなくしっかりこう立ってくれるんですね。角度もかなりフラットに近い角度からこう急角度まで持ってくることができます。机の高さとかスマホとの距離を考えながら自由自在に角度を調節して、その時々で見やすいこの傾斜角にすることができます。これだけでも十分機能的なんですが、これはまだ魅力の一つに過ぎません。そして魅力二つ目はこのスタンドなんですが、なんとこんな感じ、360度回転するんです。これによって何ができるかというと、さっき縦置きで置きましたが、これ90度こんな感じで回転させると、横置きの状態でもこうヒンジを自由自在に動かせるので、ここでまた角度が調節できるということなんですね。これはまさにこうスマホスタンドとしてはありがたい機能ですね。先ほども話したような閲覧の使い方をするんであれば、やっぱり縦にも横にも使えるっていうのは非常に便利だと思っています。僕もよくあります。パソコンで作業しているように見えて、結局横にスマホを置いて YouTube 流してそれ見てるみたいな。でもこれがいいんですよね。結局この時間が一番幸せです。縦横両方で使えて角度も自由自在というのは、まあ、なかなかここまでいくとスマホケースの中にも数少ないなというふうに思っています。実はこの回転なんですが、360度無制限で回転するものの、90度ごとにクリック感みたいのがあるんですよ。こうカチッてカチッてカチッって言うんですよね。これがねめちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいい上に、こうやってこうスマホを支える時に縦横必ず水平にこの回転の角度を保ってくれるのもありがたいポイントですね。そして3つ目はこのスタンドとなるリング状の部分、これ、はい、お気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、もうそのままマグセーフが使えるんです。ケースやスタンドを取り外したりすることなく、マグセーフで充電することができるようになっています。マグセーフ、やっぱり気軽に充電できるという点で僕非常に役に立っています。ただマグセーフにこうアクセサリーをつけてると、それを一回外して、で iPhone マグセーフに充電する、で翌朝急いでいて、ここに置いといたスタンドを持っていくことなく iPhone だけ持ってって、外出先でああ忘れたってことに結構なってたんですよ。その心配はこのスタンドとマグセーフが一体化することによって綺麗さっぱりなくなります。こういう機能美が僕は大好きですね。そして4つ目の特徴はこのスマホケースとしての保護性能です。側面のこのクッション性とかも結構角とかもマシマシにしてくれています。まあ、なのでこうちょっとやそっと落としただけでは全くこうスマホに傷がつかない、衝撃が加わりにくいというような形です。そして5つ目はこれだけスマートでシンプルなデザインというところですね。まさに機能美と言えるケースだと思っていて、このリングの部分がそのままスタンドになりますと。でしかも縦横
後、360度回転して好きな角度でスマホを立てられますというのはね、もうスマホケース、スマホスタンドとしても機能もりもりの中でこれだけ、シンプルな形に収まっているというのは非常に僕の好みです。ちなみに今回僕が愛用しているのはこのクリアタイプのものになりますが、まあ、それとは別にブラックのカラーもあります。で今回この3色ご提供いただいたんですが、こちらのクリア素材のものがマジックスタンド氷プロで、こっちがマジックスタンドプロという製品になります。先ほども話したように素材感が違っていて、見た目この背面が透明なのがこちらで、マット加工がされているのはこちらのプロになりますので、こちら自分が購入したモデルに合ったものをぜひ選んでみてください。このブラックはクリアとは違う素材感なんですよ。こう光を反射させると結構分かりやすいかなと思うんですが、こっちはこうツヤのあるような、いわゆるこうクリアケースなんですが、こっちはサラサラとしたマットな質感なんですよね。音聞こえるかな、ちょっと分かりづらいですね。ただ、まあ、この触り心地めちゃくちゃいいですし高級感があります。ちなみにホワイトとの相性はまあそんなに良くないかなというところではあるんですが、それこそブラックとか本当に黒一色にすることができて、リング部分もブラックでかつマット加工がされているので本当にね高級感があると思います。なんならブラック派の人にはもう特にこのケースおすすめかもしれません。そしてもう一色今回ご提供いただいているのがこの、まあなんて言うんだろう、ピンクゴールドみたいなカラーですね。サイズ 16 Pro Max 用のものをご提供いただいています。これも、まあ、それこそ新色のデザートチタニウムとかとの相性は良さそうですね。クリアなものと違って側面は光沢のあるこのピンクゴールドがあしらわれております。やっぱりこうスマホ本体と色を合わせるとなかなか相性がいいんだろうなというふうには思います。そして6つ目の魅力なんですが、まあ、今回の 16 Pro からですね、この側面にカメラコントロールボタンというのがつきました。でもちろんここの部分も綺麗に切り抜かれていて、スマホでこう何か操作するときにも問題ないようになっています。ここの加工わかりますか、すごい滑らかに切り抜かれてるんですよ。なのでここにこうスライドさせている中で指がトゥックントゥックン当たってこう痛いな、ずれるなみたいな感覚もありません。 USB-C のところは普通に切り抜かれているんですが、もうこのカメラコントロールに関してはもうくんくんがないんですよ。もう滑らかにこう滑る感じ。そんなカメラコントロール用に右側が開いたことによってここにこうちょっと指がフィットして若干グリップ力が増しました。 16 Pro のちっちゃいサイズ感とはいえやっぱり片手に収まるのに、まあ、ややこう無理をするようなサイズ感ではあるので、ここにちょっとこう握りやすさが加わるのは非常にありがたいですね。なんなら Pro Max なんてこう両端持つので精一杯なんで、ここにへこみがあるというのは持ちやすさに本当に直結すると思います。ここはまあ意図してかせずかわからないんですが、非常に使いやすくなったポイントですね。そして最後7つ目はここに指を通すという使い方ですね、まあ、まさにこうリング、スマホリングのような使い方ができるということなんですが、こうやって手に持っている時にも安定感がありますし、個人的にはこうやってちょっとだけ斜めにして指を通すとものすごくね安定感が増すなというふうに思っています。まあ、なんかふと手を離しちゃった時にも、まあ、安心感があるというような持ち方ですね。まあ、これはマグセーフがリング上だからこそできるような強みだと思うんですが、本当にねいろんな使い方ができるという意味で気に入っています。僕はこのケースを使っていて強く感じたポイントでした。はい、まあそんな感じで大満足のケースコのマジックスタンドというケースになるんですが、じゃあ弱みとか欠点ないのと言われると、まあ多少はあるんですよね。一つ目はやはり分厚くて若干重くなるという点です。銀色の部分が iPhone 本体、そこからこの透明な部分が結構重なってますよね。この iPhone の厚みの半分くらいは厚みが増している感があります。これはもう明確にこのスタンドの厚み分なんですよね。ケースの部分とスタンドのリングの部分がフラットになっている分、ここの厚みは全体的に多少乗っかってきています。多少裸で使っているよりは分厚くなるなという感覚は持っていても感じます。そういった保護性能とかもあって若干こうごつくはなりますよね。全体的に厚みが数パーセントぐらい増えるイメージなので、まあまあそういうデメリットは多少あるかなというところです。で2つ目、これは使っていて感じたところなんですが、これスタンドこうやって展開して例えば180度こうひっくり返していた時、これでいつもの感覚でこうやって曲げようとすると、まあ、曲がらないわけですよ。本来こっちに曲がっていたのでこっちにはこういかないですよ。これをなんかいつもの感覚でこうやっていきそうでポキッとかやりそうなのがちょっと怖い。要は逆パカに近い感じですね。ここが360度回転するのでこのスタンドの角度が180度曲がる必要はないんだけれども、収納するときに今正しい向きかそれとも逆向きかによってしまえるかどうかが変わってくるので、これ無意識にパキッといつかやりそうなのはちょっと怖いってところですかね。ただまあそんなやわくないので考えすぎる必要はないと思いますが、一応使っていての懸念点で言うとそんなところです。はい、ということで以上がこのケースコのマジックスタンドというケースのまあご紹介になります。正直
僕 iPhone ケースってもうこれ以上の進化はないのかなと思っています。まあ、そういった意味でゴールにたどり着いたのは嬉しくもあり寂しくもあると、そういうところですね。ごく稀にそれを超えてくる製品があるとまたこれも面白いと、それがガジェットを楽しむ上でのまあ一個の魅力ですね。はい、ということで今回はこの新しく購入した iPhone16 Pro ケースコーさんからマジックスタンド Pro という製品を提供いただきました。機能性、利便性の点では本当にこれ以上のものはないんじゃないかと僕は思っているので、ぜひぜひ購入してみてください。で、今回の動画ではこのケースをよりお得に手に入れるためのクーポンコードを発行していただいています。下の概要欄にクーポンコードと購入先の URL を貼っておりますので、ぜひそちらの方から購入してみてください。 5% オフになるということで、よりこう購入しやすくなるんじゃないかと思っております。ぜひ皆さんも新しい iPhone16 ライフを楽しんでみてください。このチャンネルでは他にも暮らしのアップデートをテーマにガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を載せていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。では。